っぱり。Amazon アソシエイトとかですね、まあ、Amazon アフィリエイトですよね、Amazon の商品、まあ、本とかさまざまなもの、まあ、Amazon って今はもうとんでもない種類のですね、ものを扱ってますけれども、まあ、こういったものをですね、サイトを使って紹介したりとかですね、ブログを使って紹介するのがいいんでしょうかって感じなんですけども、まあ、アフィリエイトっていうのはですね、紹介して、手数料をもらうので、当然、まあ、よくても50%とかですね、本当に少ないですよね、金額的に。なので、僕が一番お勧めしたいのはアフィリエイトもいいんですけども、入り口としてマーケティング学ぶにはいいんですけども、やっぱりご自身でのサービスを売る、で強みを明確にしてご自身のサービスを作って売るというのが一番利益率も高いですし、販売中止になってもなるとかことがないですし、自分で全てコントロールできますよね。なので、まあ、あなたの強みを発揮できる、サービスの作り方を教えています。